はい、皆さんこんにちは。アルジェント研究会の矢沢です。現在ですね、アブダビ国際空港というところにいるんですけれども、トランジットでですね、ローマからアブダビへ行ってですね、これから、成田の方にね向かう途中なんですけども、4時間ほどのねトランジットがありますので、ちょっとアブダビでですね少し休憩といいますか、時間待ちをしているところなんですけどね。まあ、アブダビというとね、なかなかこう中東の雰囲気があってですね、なかなかねこのデザインがこうかっこいい感じですよね。ちょっと上の方見てみましょうか。ずらーっとこんな感じでね。ちょっと下も見てみたいと思います。まあ、こんな感じのね、すごくデザインが優れている感じのね、トランジットルームということになりますけれどもですね。なかなかね、天候的にはなんかムワーっとする感じですよね。ちょっと暑い感じでですね、空港から、空港といいますかね、飛行機からバスに乗るとですね、ムワーっと熱風がね吹いてくるような感じで、こう荒涼としたね空港をでバスに乗ってですね、このターミナルまで来たわけですけれども、まあ、ここでですね、ちょっとしばらく時間を潰してですね、飛行機にまたね帰国をしようかと思っています。なかなかねこの経由っていうのは面白いですよね。この通貨がね、ディルハムというね通貨なんで、なかなかクレジットカードだと楽なんですけれども、ね通貨はなかなかないということでですね、ちょっとね全体見てみたいと思いますけど、こんな感じですかね。マクドナルドなんかもあったりですねするんですけど、まあちょっとねいろいろとね国というか食べ物なんかとかですね、飲み物なんかもね各国の事情みたいのがあって、すごく楽しいところですよね。はい、という感じでちょっと一応見てみたいと思いますけれども、まあこんなところでね、まあちょうどですね、このアブダビ国際空港というとですね、映画でいうとミッションインポッシブルですよね。まあ、こちらの最新作の方でですね、なんかトム・クルーズがね屋根を走り回るみたいなとかですね、なんか爆弾が仕掛けられてるとかですね、まあそういうようなね設定でですね、非常にこうね映画の中だとすごく魅力的なねところに見えているんですけれども、まあ実際はですねそうでもなくてですね、まあやっぱりね映画のためのセットみたいなところがかなりあるわけですけどね、ただねすごくこうデザインだとか全体の雰囲気とかね、いかにもっていう感じがするので、ぜひですねトランジットの際はね、トランジットと言いますかエティハドエアだとですね、まあ、ここを経由して、いろんなところに行くという形になるかと思いますので、まあ、とりあえずこのねアブダビ空港を味わいたいという場合はですね、アブダビ経由でなんかどっかにね行くというのが一つの手かなと思いますね。まあ、ストップオーバーでねこちらで一泊ぐらいしても面白いのかなとは思いますけれどもね、ちょっと時間の関係でね私はこれストップオーバーしないで4時間ほどのトランジットで帰るような形になりますけれどもですね、ちょっとここにねちょっと留まってね外に出てですねちょっといろいろとね観光しても楽しいのかなって感じはしますね。はい、ということでね、まあ、今回は、アブダビ国際空港からの雰囲気というかね、そんなところを、お届けしました。今回は以上ということになります。